女子柔道の日本一を決める平成4年全日本女子柔道選手権大会です。体重無差別で争います。会場の愛知県体育館です。試合はベスト8を目前にしています。現在3回戦の試合が行われています。この王冠を目指して全国から49人の選手が参加しました。そしてその上、今年の大会からは皇后杯も授与されることが決まりました。また一段と重みを増した全日本女子柔道選手権大会です。さて、今日の放送席解説は元世界チャンピオン武蔵大学講師の山口香織さんです。山口さん、はい、何と言いましても田辺陽子さん5連覇をしています。6連覇なるかどうか最大の焦点ですね。そうですね、本当にとにかく立派な一言なんですけれども、はい、ただこの大会はですね、彼女いつも絶好調でこの大会に臨んだということはないんですね、ですから苦しみながら の優勝というのも今まであったんですけれども、はい、今大会は非常にリラックスしておりますし調子が良さそうです。田辺さんは2回戦から登場して2回戦3回戦いずれも一本勝ちと、まず順調に、勝ち進んでおります。そしてこれから競技場の方では、3回戦の残る2つの試合ベスト8をかけて始まるところです。ご案内してまいりましょう。ご覧の49人、体重無差別ですから48キロから110キロまで様々な体重の選手たちが参加しています。九州地区出身佐藤和江選手、白近畿地区代表吉田作選手。これから競技場では九州地区代表の佐藤和江選手と近畿地区代表の吉田作選手です。赤い帯をひしめている方が九州地区の佐藤、そして白い帯が近畿地区の吉田咲です。二人ともまだ高校生です。そうですね、今大会は高校生の活躍が目立ちますね。そうですね、非常に若い選手の出場が目立ちます今年の大会です。特にこの柳川高校はですね、はい、ここ数年非常に力をつけてきた高校の一つですね。そうですね、今上になって攻めている九州地区の佐藤は柳川高校の2年生です。実はこの大会出場する予定はなかったんですが、九州地区の国吉選手が負傷で欠場しましたので、その代わりとして出場してきました佐藤和江です。国吉選手も柳川高校出身ですのでね。そうですね、はい、先輩に代わっての出場ということになりましたね。一方の白い帯の吉田咲選手は去年の全国高校選手権72キロ以下のチャンピオンです。高校チャンピオンの吉田咲、非常に柔らかい柔道を見せますね。そうですね、このように上背は吉田選手あるんですけれども、はい、担ぎ技が得意なんですね。ですから背負い投げ、それも本当に今言われたように柔らかい背負い投げをかけますね。はい、あまり攻めがありませんでしたので両者に先ほど教育的指導が与えられました。まあ、この2人はですね、やはり宿川高校と柳川高校といいますと、もうライバル校同士ですので、おそらく高校生の大会で何度も対決していると思うんですね、はい、ですからお互い手の内してますからなかなか攻めきれませんね。体重で見ますと赤い帯の左側の佐藤選手が80キロです。そして吉田咲選手の方は72キロ。試合時間は4分です。残りちょうど2分になりました。左を引いて十分の佐藤です。お互い組み手がですね、十分にいいところが取れないもんですから、はい、なかなか技を仕掛けるところまでいかないですね。そうですね、まだこれといった技の仕掛けがありません。
高校2年生の佐藤と高校3年生の吉田です。この大会には九州地区の代表として柳川高校から3人出場しています。残り時間の表示は間もなく1分です。この大会に1校から3人を出すというのは、やはり立派なとこ、立派なことだと思いますね。そして佐藤選手は2回戦からの登場だったんですが、最初の試合東京の松永を払い腰1本で破りました。その松永選手も実は柳川高校の先輩なんですよね。そうですね。先輩を下して3回戦に進んできた左側の佐藤です。しかしこの試合は両者ともポイントがありません。これといった技がかかりません。吉田咲と佐藤和恵です。1分を切ってますんで ね、 そうですね。ここからいかに攻めるかですね。はい、大外刈りに来ましたが効きません。残り時間ちょうど30秒です。これはちょっと審判泣かせの判定ですね。そうですね。これは締めに行ってるんですか。手を取ってですね。手を取ってるんですね。はい、入ろうとしてます。残り時間10秒切りました。どうやら旗の判定に持ち越されそうです。九州地区の佐藤と近畿地区の吉田、もう時間がありません。試合終了です。旗の判定に持ち込まれました。こちら吉田、そして佐藤です。赤白分かれました。主審の判定は白。近畿地区の志賀学院高校、吉田咲が勝ちました。準決勝、準々決勝進出です。吉田咲選手の優勢勝ち、内容僅差。まさに僅差の試合でしたね。そうですね、旗も割れましたね。去年の高校チャンピオンの吉田咲が準々決勝ベスト8進出を決めました。赤、関東地区代表松尾紀子選手、白、東京地区代表鈴木美希選手。さあ、これが3回戦最後の試合になります。関東地区の松尾紀子選手と東京代表の鈴木美希選手です。ともに初段です。東海大学の3年になりました。赤い帯、松尾紀子。松尾選手もですね、はい、この大会に初めて出てきた時にはまだ高校生だったんですけれども、そうですね、もうすっかりベテラン選手になってしまいましたね。はい、第2回大会から6回連続出場の赤い帯の松尾です。今背中が見えています。そして3年前には準優勝でしたね。はい、田辺さんと決勝を争いました。体落としが非常に得意にしている松尾です。松尾さんの場合にはですね、はい、重量級ではあるんですけれども、はい、力でねじり倒すという技よりはタイミングで持っていくという技をかけるんですね。はい、ですから重量級ですとちょっと技が軽いかなと思う時もあるんですけれどもね。白い帯の鈴木美希選手は1回戦から登場していずれも一本勝ちです。寝技で勝ち進んできました。この選手は、まあ、体落とし非常に受けの強いといいますか、はい、腰の重い、まあ、見ても重そうと言っては失礼ですけれどもね、非常に足腰がしっかりした受けの強い選手ですね。鈴木は161センチで95キロあります。
松尾さんとすればですね、はい、やはりもう少しあの相手を動かして崩しながら技をかけるといいと思うんですけれども、あの足技を盛んにあの見せてるんですけど、なかなか相手が反応してこないですから、崩すことができませんね。この松尾選手の組み手はいかがですか。組み手はですね、松尾選手いい組み手だと思いますよ、はい、左が得意ですね、はい、1回戦は関東の丸山を横四方固め、2回戦東海の内田を横四方固めで勝ち進んだ鈴木美希。松尾の方は2回戦から登場でしたが、最初の試合は僅差の判定、非常に苦しみました。九州の佐野選手との対戦だったんですが、ポイント奪えず大接戦の末に3回戦に進んできました。去年のバルセロナの世界選手権は72キロを超えるクラスで出場してますね、はい、代表選手でした。日本を代表する72キロ超級の選手の松尾のり子です。寝技に持ち込むか、こういう大きい選手が亀のような形になりますと、なかなか返すの難しいですね。そうですね、あのやっぱりなかなか隙間が開かないんですね、はい、ですから手を入れようと思っても柔道着を持とうと思っても、非常にこう難しいですよね、はい、盛んに内股を見せる鈴木美希ですが、はい、まだ寝技には持ち込めません。鈴木選手はちょっと、まあ、組み手負けをしているということもあるんですけれども、はい、技が出ませんね。残り時間が間もなく1分です。準決勝までは4分の試合時間です。この試合もまだポイントが奪えません、ね、松尾のり子。以前はあの松尾選手というとショートカットでボイッシュのような感じがしたんですが、両者に教育的指導ですね、はい、この大会は髪の毛がだいぶ長くなりました。そうですね、少し大学に入ってから体つきもほっそりしたような、あの気がしますね、はい、現在76キロの松尾のり子です。動きが出てきましたね、残り30秒、内股と体落としの応酬ですが、はい、決まりません、はい、いいところに入るんですけれどもね、あそこがちょっとこう決めが甘いと言いますかね、はい、両者決め手がありません。もう10秒です。少し有効ですね。抑え込みに入りました。試合時間は終了しましたが、抑え込みは続きます、はい、相手がかけてきたところを返すような形でしたね、はい、そうですね、刺すような、はい、返すような形になりましたね、はい、支え釣り込み足のような小外刈りのような、はい、これで時間が20秒で有効のポイント、25秒で技あり、30秒で一本勝ちになります。もうこの体勢ですと30秒いきますね。そうですね、試合終了間際でした。まもなく30秒です。松尾の寝技横四方固め一本勝ちです。ベスト8進出を決めました松尾のり子選手、まあ、本当に時間ギリギリのところで有効のポイントから、抑え込み一本勝ちしました松尾です。ポイントを取ってから抑え込みに入るスピードが速かったですよね、はい、ただいまの試合赤松尾のり子選手の一本勝ち、決まり技横四方型、これで松尾は去年おととしに続いて3年連続ベスト8進出です。そしてその前が決勝まで進んでいます。今の最後の場面を見ましょう、はい、ちょっと足元の方がはっきりしないんですが、はい、背負いに行ったところですね。これはもう返したところですね、返したところですね、はい、技を仕掛けたの方は鈴木美希の方だったんですが、はい、うまく返して、はい、その後は横四方型、はい、これで4回戦の試合はこれより3回戦の試合が全て終了しました。ベスト8準々決勝進出の選手が決まりました。わずかに口元に笑みが漏れました松尾のり子、まあ、それにしても2回戦3回戦とかなり苦戦を強いられました松尾です。それではトーナメント表で
準々決勝進出者をご紹介しましょう。ブロックごと言いましょうか。まず一番左側のブロックでは推薦の鈴木香織さん、今年社会人1年生になりました。2回戦から登場でいずれも一本勝ち、横四方固め、送り襟締めでベスト8進出を決めました。そしてその隣です。ここはかなり激戦区だったんですが、関東の関口幸子さんが2回戦東海の吉田望に僅差、そして3回戦は近畿の桐畑、これも優勢勝ちで進んできました。その次のブロックで注目されましたのは推薦初めて出場しました福場由里子選手と、勝ち上がってきた東海の松本紀子選手の対戦が、注目を集めました。その2回戦の模様をビデオテープでご覧いただくことにいたしましょう。山口さん、はい、福場選手が去年のベスト4、はい、初めての推薦、張り切っている若手です。そうですね。一方の松本さんは常連、これうまく決まりましたね。決まりましたね。これも返し技でしたね。はい、見事な一本です。はい、松本が見事な一本勝ちで3回戦に進んだんですが、3回戦はその松本30歳と15歳の柳川高校1年の安野という新旧の対決になったんですが、です、ね、これは若手の安野さんに軍配が上がりました。大内狩りの技ありを決めて安野が準々決勝進出を決めています。次のブロックでは近畿の大阪府警のベテランの佐藤明子選手、2回戦四国の中橋を腕絡み、3回戦近畿の浅田、僅差で勝って準々決勝進出です。そして注目6連覇をかける田辺陽子選手、2回戦からの登場で、関東の斉藤紀子選手1分2秒横四方固め、そして3回戦は近畿の鈴木智子選手22秒の体落とし、これはまあ絶妙のタイミングで決まりましたね。そうですね。まあ、先ほどの田辺さんについて伺いましたが、ここまでの田辺さんについてはまず順調も順調、いい滑り出しと見てよろしいわけですね。そうですね、はい、まあ、非常にいいと思いますのは、はい、体の動きがいいですね、はい、ですから、まあ、リラックスしていることと、今日は体が少し軽いんじゃないかなと思いますね、はい。去年までの全日本女子柔道の優勝者準優勝者をご覧いただいておりますが、第1回大会は八戸香織さんでしたが、2回大会昭和62年からは田辺陽子選手の5連続優勝5連覇が続いています。まさに田辺時代と、そんな感じを持たせる今の優勝の名前です。さあ、準々決勝の最初の試合です。推薦の鈴木香織選手と関東の関口幸子選手の対戦、ベスト4をかけます。赤い帯を締めているのが鈴木香織選手です。去年おととしといずれもベスト4まで進んでいます寝技得意の鈴木香織。鈴木は165センチで体重が100キロです。鈴木選手はですね、はい、昨年の、バルセロナの世界選手権の後ちょっと病気をいたしまして、半年ほど、試合からは離れていたんですよね。ですから本人もこの大会久しぶりの試合ということで、初めのうちは緊張しておりましたけれども、1回戦2回戦、はい、勝ち上がりまして、やっとこれから、まあ、力が出るというところではないですかね、はい。去年の11月に手術をして、本格的な稽古は2月ぐらいからだと話をしていました。昨日田辺さんに話を聞きましたが、やはり一番その強敵と見ているのはこの鈴木香織さんでしたね。そうですね、やはり田辺選手にとっても怖いのはやはり体重だと思うんですね。自分が技を入った時に体重というのはやはり武器になりますからね、返されるんじゃないかというようなやはり心配があると思いますね、はい。
対戦相手の関東の関口選手も4回目の出場で第3回第5回大会にはベスト8まで進んでいます。昨年の、全日本体重別の66キロ以下級のチャンピオンですね。そうですね。ですから体重差が34キロあるわけですね、現在でね。はい、ただこの関口選手はですね、足技を非常に得意としている選手なんですね、はい、ですから、大きい選手としてもですね、鈴木選手としても油断できない、非常にこうやりにくい相手だと思いますよ。さあ、その寝技得意の鈴木香織、足技得意の関口幸子、いいところ入りましたけれども、ね、はい、ちょっと持ち手が不十分でした。はい、ポン強い、いいところ入りましたね、はい、これは、まあ、このまま判定の場合にはポイントになりますね、はい、締めに入ってます。送り襟締めですね、はい、これは待てです。2回戦の加藤美沙は横四方固め一本勝ち46秒でした。そして3回戦近畿の増田を3分4秒送り襟締めで勝ちました鈴木香織です。この鈴木さん、山口さんも筑波大学の後輩で、はい、鈴木さんはあの先輩として指導なさっていますが、はい、寝技に移るこのうまさというのはどの辺一番うまいんでしょうか。そうですね、非常になんというんでしょうね、器用なんですね。体は大きいんですけれども、またあの体の浴びせ方ですとか体重の使い方が非常にうまいんです、はい、ですから同じ体重の選手よりももっと重く感じますね。あ、そうですか、はい、100キロが100キロ以上に感じられるわけですね、はい、鈴木選手は非常にあのこの試合積極的に攻めてますね、はい、関口選手としてはですね、はい、今みたいにですね少し動かして足技をかけないと、やはり重心の移動がありませんからね、はい、相手がこう2本足で立ってましたらやっぱり100キロですから、もう少しこう動かして足技狙いたいところですね。こうじっくり組み合ってしまうとやはり鈴木選手の方が力を発揮しますよね。両者にポイントありませんが、現在までの試合内容としては鈴木押し気味です、はい、残りが30秒になります。しかし関口選手はですね、こういった僅差勝負最後の30秒で今までもあの勝ってきてますからね。そうですね、今日の試合も全部僅差ですね、はい、油断できませんよ。粘り強い関口です。しぶとい関口、残り時間10秒です。試合終了です。両者にポイントがありませんので旗の判定に持ち込まれます。赤が上がれば鈴木香織、白が上がれば関口です。山形県教育委員会の関口幸子です。赤旗2本です。やはりあの試合中盤に見せたあの背負い投げでしょうね、はい、ポイントにはなりませんでしたが、あの一本背負いが効きました。鈴木香織はこれで3年連続準決勝ベスト4進出を決めました。なんとか勝って田辺さんとの対戦を実現したいと話をしていた鈴木、その一本背負いですね、はい、思い切っていいところ入りました、これはあのこの大会は行動間規定で行っていますので、はい、有効以上でありませんとポイントになりません、はい、まあ、国際ルールでいけば効果相当のところまでいくかどうかと、そうですね、まあ、ちょギリギリのところだったかもしれませんがね、はい、倒れたところが腹ばいでしたんでね、まあ、しかし大きなポイントですね、判定になりますと、はい、まず鈴木香織が
先陣を切ってベスト4進出を決めました。さあ準々決勝の2つ目の試合は大変楽しみな対戦です。若手九州の安野範子、こちらはベテラン近畿の佐藤明子、注目の選手が出てきましたね。注目の選手ですね。佐藤明子です。さあ試合開始です。赤い帯が15歳の安野範子、柳川高校1年生、そして白い帯佐藤明子、大阪府警です。右の組手を得意にしている安野範子です。安野選手というのはですね、はい、非常に足が大きい選手なんだそうですね。ですから安定感があるといいますかね、はい。お兄さんもお姉さんも柔道をしているという柔道一家の安野範子、なんか3歳から柔道始めたそうですね。小内刈りに行きました。これは外れました。今ちょっと滑りましたね、安野選手、はい。なかなか力ありますよ、はい。安野選手は2回戦東京の石橋を崩れ上志向固め一本勝ち、3回戦は東海の松本範子選手、大内刈りで技ありを取って勝ち進んできました。文句なしの勝ち上がりですね、今までのところは、はい。非常に担ぎ技を得意にしてますね、はい。今日はまだ決まり技の中には担ぎ技はありませんが、もともと背負い投げ一本背負いを得意にしている安野。そして重量級にしては珍しくですね、はい、組み手が非常にうまいんですね、うん。ですからもちろん自分が攻めるのもそうですけれども、相手の力をうまくその組み手でコントロールできる選手です、はい。大内刈りを見せました。社会人3年目24歳の佐藤明子、非常にファイトのある選手です。そうですね、またうまさもありますからね、はい。安野選手はもしかしたら重い選手よりもこういった佐藤選手の方みたいな選手の方がやりにくいかもしれませんね、はい。内股、いいとこ入りました。ちょっと引き手が途中で離れましたけれども、これはポイントにはなりません。佐藤選手の得意は今の内股です。ちょっと指を怪我しましたか。ちょっと爪が、爪でしょうか、はい、割れたか剥がれたかちょっと、はい。国際武道大学を出て大阪府警に入りました。今のところですね、今の内股ですね、はいはい。手が腰を下げたところを少し持ち上がりませんでしたが、はい、いいタイミングで入りました。佐藤の内股です。去年の大会でも内股一本というシーンがありました。そうですね、あ、だいぶ血が出てるようですね。そうですね、爪が、はい、割れましたかね、はい。今爪切りを持ってきてますが、はい、これは今のルールですと、はい、治療ということは許されてないんですけど、爪の場合ですとか血が出た場合には、はい、こういった、処置ができます、よく見ると爪がこう剥がれているような感じのようにも見えますね。そうですね、たった指一本爪のほんのちょっとのところなんですけれども、はい、意外とこういったところが気になるんですよね、柔道選手でよくこういう怪我ありますか。やはり柔道着が硬いもんですからね、ほんの1ミリでもちょっと爪が伸びてたりしますと引っかかることがあるんです、これは柔道着を持つときに影響ありませんか、この怪我は。そうですね、まあ、多少はあるでしょうけれども、まあ、あまり気にならないとは思いますけれども、はい。2分を切りました。ちょっとここまでのところ安野選手後手ですね。
むしろベテラン佐藤の方が積極的な攻めを見せています、はいはい、佐藤の内股、それから安野の大内刈りが1回ありました、はい、まあ、安野選手とすればポイントを取って投げて勝とうというよりはもっと積極的に技を積み重ねていった方がいいと思いますけれどもね、はい、両者に教育的指導、もっと攻めなさいという審判の指示です。安野は去年の中学校チャンピオンです。龍城中学時代に全国1位になりました。今大会話題の柳川三人娘の一人です。時間がちょうど残り1分、佐藤選手は非常にうまく対処してますね、はい、まだ両者にポイントがありません、はい、の選手は組み手はいいんですからここからもっと行かなくちゃいけないですね。少し狙いすぎですね。一本背負いに来ますが、これは佐藤も警戒しています。やはりここまでのところですと場外際の佐藤選手の内股が非常にこう印象としては強いですからね、はい、安野選手としては苦しいところですね。普段はいい技を持っててもですね、焦って何かをしようと思うとなかなかかからないもんなんですよ ね、 そうですね。ですからなるべく早い時間に自分のペースに持ってきておかないと苦しい試合で、ね、時間がありません。試合終了です。これも旗の判定に持ち越されました。赤が上がればこちら安野、白が上がれば佐藤明子です。白旗2本、佐藤明子の勝ちです。準決勝進出、近畿の佐藤。ただいま試合、白、佐藤明子選手の検討しました。高校1年生15歳の安野ですが、ベスト8で消えました。さすがに試合運びのうまさを見せましたね。そうですね、やはりベテランの味を出しましたね。はい。これで準決勝の最初の試合は鈴木香織、佐藤明子の組み合わせになりました。監督の川野さんでしょうか、はい、まあ、こうした大きな大会一つ一つが大きな栄養分になって、そうです、ね、まだ若い選手ですからね、はい、大きく成長していくことでしょう、はい、石田審判、石田審判に注目の準々決勝3つ目の試合、推薦現在5連覇の田辺陽子選手、第1回大会から出場7回、第2回大会から優勝を続けています。6連覇をかけます。推薦田辺陽子選手、白関東地区代表矢崎理香選手。こちらは関東地区代表の矢崎理香選手です。2人とも72キロ以下の選手です。ですからこれまでも体重別などで何度も対戦している田辺と矢崎。おそらくこの2人は5月10日の、体重別の試合でも、そうですね、準決勝あるいは決勝あたりで顔を合わせると思われますね。はい、体落とし、はい、喧嘩四つの場合にはですね、右左の組手の場合にはこの体落としが田辺さん、これ三角ですね、はい、三角から寝技に持ち込むのも得意です。よく出るようになりました、はい、相手の頭と手を制しての三角締めから寝技に持ち込めるか田辺。この矢崎選手も寝技は比較的得意にしている選手ですからね、
逃げる矢崎。田辺さんがこうやって上から攻められるシーンというのはなかなか見るチャンスがないですね。珍しいですね。はい、去年の全日本女子柔道体重別の72キロ以下で両者は決勝戦で対戦しています。この時にはわずかに効果のポイントで田辺が優勢勝ちしています。まあ、5連覇という一つの節目を通り越えて、まあ、田辺さんとしては新しい時代に入ろうかという大事な今年の大会です。今日は矢崎選手非常に積極的に勝負に出てますね。はい、過去の大会では山口さん、矢崎選手は非常に逆転勝ちが多いそうですね。そうなんですね。私見ててもですね、この選手非常に好きなんですけれども、たとえ負けていても何かこの後起きそうな、またやってくれそうな選手ですね。非常に粘り強いと言いますか、最後まで諦めない、とってもいい選手です。手の内を知り尽くした両者の対戦です。田辺矢崎、内股ポイントにはなりません。今日はかなり動きが激しくて、こうしたの柔道員が取れてしまうシーンが何回かありましたね。はい、矢崎選手の帯が少し緩めに結んであるかもしれませんね。国際武道大学を出て、現在は国際武道大学の職員をしている矢崎理香選手です。はい、内股、その人によってですね、はい、ここ内股ですね、お内から内股へ、きっちり帯を結ぶ人と少し緩めに、はい、ということは引きつけられた時に緩むんですね。ですから力の強い選手である場合には、まあ、これも一つのテクニックですね。さあ寝技、抑え込みに入れるか、はい、そうですね、抑え込みに入りました。はい、どうでしょう、逃げられるか、しっかり入りましたね。主審は松井審判です。はい、横四方固めです。横四方固め、この体勢になるとちょっと逃げられそうはありません。はい、間もなく25秒、小さなチャンスなんですけれどもね、はい、きちっとものにします。30秒経ちました。一本勝ち、横四方固め。準決勝進出を決めました田辺陽子選手、全部一本勝ちでベスト4進出です。ただいま赤田辺陽子選手の一本勝ち。矢崎さんもかなり前線をしました、積極的な攻めを見せましたが、やはり田辺の前に壁厚く、この辺に同僚が、ね、現在ミキハウスに所属している田辺陽子選手ですが、同僚が応援に駆けつけています。先ほどはミキハウスの社長さんも応援に駆けつけてましたね。はい、はい、これどういうタイミングで入りました。相手がですね、内股に切り返すような感じでしたね。戻ったところを合わせましたね。はい、はい、足はかかっていませんでしたけれども、ですから技というのはですね、やっぱりかけたら戻らないつもりでかけなくちゃいけないですね。はい、さあいよいよ準々決勝最後の試合を迎えました。近畿の吉田咲選手、宿川学院高校宿川の文字が見えます。そして
赤近畿地区代表こちらは松尾のり子選手です。白関東地区代表松尾のり子選手。赤い帯が吉田咲希、白い帯が松尾のり子。どうなんでしょう山口さん、はい、松尾選手まだここまで本来の力ができてないように思うんですがね。そうですね、まあ、松尾選手比較的スロースターターといいますか、はい、まあ、弱い選手とやっても苦戦をするんですけれども、はい、そうかといって調子が悪いかというとそうでもありませんで、強い選手とやっても力を発揮する選手なんですよね、はい、ですから一概にこう調子がいい悪いとは言えないと思います。先ほどの3回戦初めてもう終了間際でしたが横四方固め一本勝ちで進んできました松尾です。以前より体重は少なくなった松尾のり子ですが、まあ、その分筋力トレーニングに非常に力を入れたという話をしていました。非常に積極的な柔道を特徴にしています関東の松尾のり子。現在東海大学には女子部員が5人と増えました。この松尾選手が入学した頃には当時は東海大学女子部員がいませんでしたが、ようやく今年は5人になったという話をしていました。まあ、そういう女子部員のリーダーとしての自覚も出てきました松尾選手です。去年の高校チャンピオンの吉田咲希、やはり組手では松尾選手の方がいいんですけれどもね、はい、そこから技がちょっと出ないですね、はい、3年前に準優勝した松尾ですが、あの3年前ほどの勢いというのがこの 1,2 年ちょっと感じられないんですよね。そうですね、やはり78キロということで、まあ、この体重無差別の大会ですと少しちょっと軽いかなという気もしますし、はい、先ほどから言ってますように少しやはり重量級相手ですと技が軽いという感じがしますね、はい、少しウェイトトレーニングをしているということですのでね、その持っている力を技につなげるようなやっぱり練習が必要でしょうね、はい、非常に今年は高校生の活躍の目立つ大会ですが、そのうちの一人吉田咲希選手、志賀学院高校です。このやはり頭を落とされてますんでね、吉田選手は思うように技が出ないですね、はい、本当はここから背負い投げに行きたいんでしょうけれども、頭を落とされてるんで首が回らないんですね。なるほどね、今年の大会から山口さん奥襟を取ることが許されるようになったんですね、この大会はね、はい、この大会は申し合わせ事項として奥襟を取っていいということになりました、はい、残り1分になりました。この奥襟を取っていいということは随分変わってきますか。そうですね、やはり上背のある選手には有利だと思います。はい、特にこの大会は出場する選手がもうすぐ世界につながっていく選手たちですから、もう世界へ出ていきますとほとんどの選手が奥襟を取ってきますんでね、やっぱり必要なことだと思います。残り時間がもう36秒、ご覧のように両者に有効以上のポイントはありません。ここまでのところは特にポイントはないんですけれども、やはり組み手勝ちしている分松尾選手の方が若干有利という感じですね。
あ残り10秒です。勝ってなんとか田辺先輩ともう一度対戦したいというのが松尾選手の希望です。試合終了です。この試合も旗の判定に持ち込まれました。白旗ニコン松尾ベスト4進出です。そして念願のあの3年前の決勝戦と同じ田辺選手との対戦を準決勝で実現しました松尾典子。これで準決勝の組み合わせは第1試合が鈴木香織選手と佐藤明子選手、第2試合が田辺陽子選手と松尾典子選手という対戦になりました。まあ、こうして4人の顔ぶれを見ますと田辺さん、いずれも現在日本の柔道界を代表するですね、女子柔道界を代表する重量級の選手たちの顔が並びましたね。そうですね、まあ、やはりあの高校生検討したんですけれども、はい、安野選手、吉田選手ともにですね、はい、やはり準決勝に進むことはちょっとできなかったですね。そうですね。さあ、それではトーナメント表で、ご覧いただきましょうか。まず推薦で出場した鈴木香織選手、1回戦は中国の加藤美沙選手を横四方固め46秒で勝ちました。わずか46秒でした。3回戦近畿の松田を送り襟締め、これは3分4秒。そして先ほど準々決勝は関口に僅差の判定で勝って3年連続のベスト4。去年まではいずれも準決勝で田辺さんに会いましてね、はい、その壁を破ることができなかったんですが、初の決勝進出なるかどうか。準決勝に進んだ鈴木香織選手です。そしてその鈴木と対戦するのは佐藤明子選手、こちらも72キロ以下の実力選手、大阪府警に勤めます。その佐藤が勝ち上がってきました。2回戦は四国の中橋を腕絡み、これは見事な、関節技でした。3回戦近畿の浅田、これは僅差の判定でした。そして注目された若手安野との対戦でしたが、これも僅差で勝ち上がって佐藤が準決勝進出です。あのブロックとしてはですね、このブロックが一番厳しいブロックだったんです ね。佐藤選手よく勝ち上がったと思います。非常にファイトのある佐藤です。そして反対のゾーンは田辺さんがやはり実力を発揮して準決勝進出、6連覇に大きく進んできました。その田辺と対戦するのは松尾、3年前の決勝戦以来の顔合わせとなりました。さあ、いよいよ準決勝が始まります。赤推薦鈴木香織選手、白近畿大学の加藤亜子選手。準決勝の第1試合、推薦2年連続推薦出場の鈴木香織、復活をかけるこの全日本女子柔道です。去年の11月に腹部の手術をしました。ブランクがありました。半年ぶりの公式戦を迎えた鈴木香織です。あった、いいところ入りましたね。今のは有効と言ってもおかしくない、本当にはなりませんでしたね、はい、まあ国際ルールですと効果ということですかね、はい、佐藤の積極的な攻め、はい、今は足払いのような感じですか。そうですね、支え釣り込み足になりますかね、膝車のような形でしたね、はい、うまくあの遠心力を使ってですね、はい、狙ってたんですかね。いいところ入りました。内藤さん、内藤さん、はい、
先ほどの試合で佐藤選手爪を割りましたね。あ、そうでしたね。試合後もね、全く気にする様子がありませんでした、はい、相手の力が強すぎたんですねと言って笑ってました。あ、そうですか。影響はないようです、今のビデオテープを見ても膝車あるいは支え釣り込み足という感じでした ね。ポイントにはなりませんでしたが惜しい技でした。さあここから鈴木選手がどう盛り返すかですね、はい、リポーターから報告がありましたように先ほどの試合で爪が剥がれかけた、はい、指を痛めた佐藤ですが、はい、全く気にしておりません。あの鈴木選手とすればですね、はい、おそらくこちら側のパートで佐藤選手よりも安藤選手の方が上がってきたら嫌だという印象だったと思うんです、ですから佐藤選手が上がってきたということで、まあ、油断してたわけじゃないでしょうけれどもちょっと試合開始早々そういうところあったかもしれませんね、はい、山口さん佐藤さんは内股得意ですが、はい、この試合は盛んに足技を使ってますね。そうですね、試合というのはですねその日切れる技っていうのがあるんですね、ですからこの今日見せました支え釣り込み足、はい、まあ、今日は非常にこう効果的に使ってますね。この準決勝も試合時間は4分、まもなく半分を経過しようとしています。佐藤優勢に試合を進めています。前半です。まだ支え釣り込み足を見せました。今度は担ぎ技。重い選手というのはあの横に振られると弱いんですね、寝技得意の鈴木です、はい、ここは鈴木選手は寝て勝負をするのか立って勝負をするのか、はい、しっかり判断をしないといけないですね。やはり寝技ですとかなり時間をロスしますんでね。去年秋の国体以来の公式戦になります。小外ポイントにはなりません。そうですね、これでどうでしょう、五分になったかどうか。先ほどの佐藤明子の支え釣り込み足、今の鈴木の小外、はい、ポイントにはなりませんが似たような技といいますか、はい、その技の重みを見せました、はい、両者です。いずれにせよあと残り1分ですんでね、はい、ここからやっぱり勝負ですね。お互いに残り時間1分を切りました。佐藤選手この大会見てますと非常にこう考えた柔道をしてますね、落ち着いてます、はい、相手をよく見てコントロールしてます。この2年間いずれもベスト8まで行きました佐藤ですが、ベスト4は初めてです。もともと72キロ以下の選手、田辺陽子という大きな壁がありますので大きな大会でなかなか優勝はありませんが非常に力のある実力者です。右を取った鈴木です。内股決まりません。時間が残りも30秒。お互いにやっぱり勝つためにはもう少しこの残り30秒追い込んでいかなくちゃいけないですね。珍しいですね鈴木さん、あんな大きな声は。そうですね、あっと背負い、しかし場外です。これは難しい判定ですね。気持ちとしては鈴木選手の方が前に出てるんですけれども、結果としては佐藤選手が技を先に仕掛けるんですね、はい、もう5秒です。佐藤か鈴木か、試合終了です。決め手がありませんでした。佐藤の支え釣り込み足、そして鈴木の小外刈りがありましたがポイントにならず、旗の判定、決勝進出は白旗2本、佐藤初めての決勝進出を決めました。
加藤真紀子選手の優勢勝ち、内容僅差。僅差の判定で大阪府警近畿の佐藤明子選手が初めての全日本女子柔道決勝進出を決めました。見事な技を見せてくれましたね、はい、もうほとんど差はなかったんですがやはり最後 の、 あの背負い投げもそうですね、わずかなところで強化されたんでしょうね、はい、日頃は非常に明るく元気な佐藤明子選手です。さあこれは最初でしょうか ね、 そうですね、はい、支え釣り込み足膝ぐるみでしたね、したね、はい、これは本当にあの有効と言ってもおかしくない技でした、はい、主審正木審判員、副審篠崎審判員、高浜審判員、さて決勝進出をかけて田辺陽子選手推薦、こちらは関東の松尾のり子選手、打倒田辺に燃えています。田辺陽子選手、白関東地区代表松尾のり子選手。3年前決勝戦で交わした両者です。田辺選手はですね、はい、どちらかというとこの左同士相四つを苦手としてるんです。大内刈り、この大内刈り得意の田辺です、はい、昨年 の、 あの世界選手権のまた大内刈 り、 内刈り、これはどうでしょう、腹ばいでしたね、はい、腹ばいになりましたね、腹ばいではポイントになりません、はい、昨年 の、 あの世界選手権の決勝で当たりました、韓国のキム選手もやはり左組相四つなんですね、ですからこの松尾選手も左得意ですからね、はい、相四つの選手にどう、あの仕掛けていくかっていうのが見どころですね、3年前の決勝戦も松尾選手が前戦したんですが最後は大内刈りの有効が効いて田辺が優勝を飾りました。今日もその大内刈りを盛んに見せる田辺、大きな声が出てますね。そうですね、非常に厳しい表情をしている松尾のり子選手です。いいですよ松尾選手、はい、こうやった積極的な攻めというのは、今のところ大外刈りあるいは体落としを見せている松尾です。内刈り、国内では無敵の田辺、はい、田辺選手とすればですね、今大内刈り体落とし、はい、この2つの技を見せているんですけれども、やはりこの相四の相手にはもう一つ何か、先ほどあの1回戦で見せたようなですね、はい、支え釣り込み足なんかをもう少しあのフェイントに使うとですね、あの体落としなんかが効いてくると思うんですけどもね。ここまで全部一本勝ちの田辺です。すくい投げ場外です。しかし今の技を仕掛けた時には腹心が場内ということを示しましたので、はい、今のは一つポイントになります。そうです、はい、有効以上のポイントではないですけれどもね、このまま試合が終わった時には判定の材料になりますね、はい、とにかく第1回大会の準決勝で敗れて以来この大会負けなしの田辺陽子選手です。ポイントも奪われてますね、はい、ディフェンディングチャンピオンというのはですね、こういった僅差勝負になった時に非常にこう追っかけすぎて返されてはいけないし、そうかといって消極的になってはいけないしというところでですね、まあ、非常にあの
複雑ですよね、全日本10連覇の山口さんだけにこのディフェンディングチャンピオンの気持ちが一番よくわかりだと思います。さあ残りはあと1分になります。松尾さんとすればやっぱり勝負に出なくちゃいけないですね。あの足払いは効いてますよ、はい、今のところ田辺横優勢です。大内刈り。しかしあの今日の雰囲気ですと圧倒的に田辺さん有利という試合運びにはなってませんね、はい、少しドキドキさせてくれる試合運びです。さあ残り25秒になりました、はい、ポイントがありません田辺。そうです、はい、頭下げられてますね、はい、さあ時間がなくなりましたがこれはなかなか難しいことになってきそうです。そうですね、田辺と松尾1秒、はい、まあ、このまま終わりますと先ほど の場外際のやはり小外刈りがおそらくポイントになると思いますけれどもね。田辺陽子ポイントを奪うことができませんでした。旗の判定です。赤が上がれば、お、紅白分かれました。赤、田辺、かろうじて決勝進出です。旗を、副審が間違えました。副審の篠巻さんと高浜さんの判定が分かれて、主審の正樹さんが赤。いやこれほど苦戦した田辺さんも全日本選手権珍しいですね。そうですね。ただ今のはですね、副審の篠巻先生がおそらく赤旗と白旗を間違えられたと思うんです。最後に赤旗を上げ直されましたんで、あ、そうですか、はい、ちょっと試合を見入ってて、はい、内藤さん、はい、こちらからすぐ正面に審判の顔が見えたんですがね、すごく照れくさそうな顔してました。そうですか。はい、一瞬で、ね、画面にはちょうど今その、はい、ポイントになりませんでしたが、はいはい、場外ギリギリのところでの小外でしたね、はい、これがわずかに田辺さん有利に動いたと思います。そうですね、ここは田辺さんの両足が一瞬浮きましたね。今の足払いは、ね、足払いでしたね。今尾形リポーターからも報告ありましたように、審判もね一瞬紅白に分かれて画面に映りましたが、はい、その後、どうやらそういうことがあったようで照れくさそうな表情もあったという報告です。さあ決勝戦は佐藤明子選手と田辺陽子選手の顔合わせ、果たして連覇を伸ばすことができるでしょうか。6連覇かける田辺陽子、そして打倒田辺を果たすか佐藤明子。やはり今の試合でもそうですけれども、なかなか簡単には勝たせてくれませんよね。そうですね。さあまず佐藤明子選手の方を見ましょう。2回戦四国の中橋を腕絡み、3回戦近畿の浅田を僅差の判定で破りました。そして3回戦は浅田を下しました。準々決勝で注目の若手安野、これは僅差の判定で勝ち上がりました。そして準決勝、この鈴木香織選手との対戦だったんですが、これも僅差の判定。今の支え釣り込み足ですね、はい、先ほど放送の中でも触れましたが、これが見事に、まあ、ポイントにはなりませんでしたが、はい、100キロの体を揺るがせました。ここまでの戦い、そうですね、もともと佐藤明子選手力のある選手ではありますけれども、はい、今回は非常に調子がいいですし、体のキレもいいですね、はい、ですから決勝戦も大いに何か期待させてくれるものがありますね、はい、そして田辺さん、2回戦関東の斉藤紀子1分2秒、横四方固め、3回戦近畿の鈴木智子22秒の体落とし、さらに準々決勝は矢崎理香選手を22秒体落とし、そして松尾との対戦、失礼、矢崎選手とは横四方固めで勝ちました。準決勝の松尾戦は僅差の判定、
かろうじて決勝進出を果たしました田辺です。あのですね、はい、田辺さんが決勝戦で敗れた韓国のキム選手が奥襟を取ってくるんですね、田辺さんの、はい、でこれに弱いということがやはり情報としてやはりみんな持ってるんですね。ですから松尾さんも今大会は奥襟にこだわって、はい、田辺さんとしては非常にやりにくそうにやってましたね。田辺選手には全日本6連覇という大きな目標もありますが、それと同時に今年1992年はオリンピックイヤー、バルセロナオリンピックの年です。女子柔道が山口さん初めてオリンピックの正式種目になりました。そうですね、まだ代表は決定しておりませんけれども、やはり何といってもこの田辺陽子さんがオリンピックでは金メダルの筆頭ですんでね、72キロ以下、まあ、これまでも世界で活躍を見せた田辺陽子選手、オリンピックでメダルなるかどうか、女子柔道界にとりまして、まあ、5月10日に最終選考会の体重別選手権があります。それの結果を見なければ分かりませんが、まず今の力からいきますと、田辺さんに対するメダルの期待というものも非常に高いわけなんです。去年の世界選手権は先ほどからお話が出ていますように72キロ以下銀メダルに終わりました。バルセロナでの世界選手権でした。山口さんも去年バルセロナの世界選手権に、行かれましたね、はい、日本選手の結果としては、田辺さんの銀メダル1つ、はい、それから銅メダルが3つでしたね、はい、この結果は今の日本の力、世界の状況から見て去年の段階でどういうふうに評価なさいましたか。そうですね、私はメダルの数としてはですね、妥当な線ではないかと思うんです、はい、ただですね、その4つのメダルの中で1つ金メダルを取る力を今の日本チームは私は持ってると思うんですね。ですからちょっと残念だったなという印象を持って帰ってきたんですけれどもね。そうですか、まあ、世界はですね、このバルセロナオリンピック初めて女子の柔道が正式種目になるということで、まあ、女子柔道にとっては新しい時代を迎えるわけですよね。そうですね、やはりオリンピック正式種目になったということで、キューバですとかソビエト、それからまあもちろん中国、はい、韓国、まあ、この1年ぐらいで急に何か力をつけてきたという印象を持ちます、はい、女子柔道の場合には、ヨーロッパの、ね、国々が非常に力があって、はい、そこに最近は韓国、中国、あるいは旧ソビエト、あるいは中南米と非常にこう女子選手の広がりというのも世界的になりましたよ ね。 そうですね、これは48キロ以下の初出場の田村さん、はい、銅メダルを取りました。そうですね、放送席、はい、内藤さん、はい、どうぞ。それではこれから決勝に向かいます両選手の表情をリポートしようと思うんですが、はい、まず私田辺選手をずっと見てきました、絶好調ということで、非常にこう周りも安心感を持って見ているんですが、かなり表情は厳しいですね。あ、そうですか。取材にちょっと近寄ろうかと思いましてもやっぱり寄せ付けないものがありました、はい、そして今日は2回戦からの登場でしたが、前もって大会に臨むにあたっていろいろな目標を立ててきたということを周りの人に聞きました。例えば3回戦では引き手を取らずにですね、体落としをいきなりかけに行ったりと、言ったのはやはりその外国人選手がいいところを取らせてくれないと、それにこう対処するためにそういった練習も積んできたというお話でした。しかし先ほどの準決勝では後半頭を下げられてしまうところがありました。ありましたね。そのあたりは付き添いのコーチの方からももっとリラックスして柔らかくしていけという注意が飛んでいました。はい、以上です。さあその6連覇をかける田辺選手が試合場の方向に向かいます。内藤さん、はい、こちら佐藤選手の情報なんですが、準決勝が終わってから後輩の選手に両腕をマッサージしてもらっていたんですがね、非常に笑顔が見られるんですよね。初の決勝進出の硬さはどこにも感じられません。非常に明るい表情です。はい、女子の強化副部長の柳沢さんに聞いてみますと、組み際の技が非常によく決まっている、動きがいい、先制攻撃がいいですねと、なかなか今日の試合についていい評価でした。はい、対照的ですね表情が。道谷尾形両リポーターの田辺佐藤両選手の表情の報告でしたが、山口さん今はい、まさに対照的な表情のように聞こえましたね。はい、そうですね、佐藤選手は非常に切り替えの早い選手で、普段は笑顔を見せているんですけれども、短時間で試合に集中してきますからね。はい、
まあ、それに比べて田辺選手の場合にはもう朝からもう非常にこう自分を高めていくというようなタイプですね。山口さんも52キロ以下で全日本10連覇ということがありました。やはりこうしてあの連覇を続けていく決勝に残ってくる、はい、気持ちは非常に固くなるでしょうね、まあ、私たちから見ればまず負けないだろうとは思っているんですけれども、やっぱり本人プレッシャー感じないといえば嘘になるでしょうしね。主審佐藤審判員、副審安西審判員、松井審判員。さあ平成4年の女子柔道の日本一は田辺陽子になるでしょうか、あるいは初めてこちらの佐藤明子の頭上に王冠が輝くんでしょうか。6連覇をかける田辺陽子、初優勝に向かう佐藤明子。決勝の試合時間は去年から5分間です。2人はともに72キロ以下の選手、手の内は十分に知り尽くしている田辺と佐藤です。しかし今日はですね、佐藤選手普段見せない先ほどの、はい、まあ、支え釣り込み足ですとか、いろんな技が今日は出てますんでね、はい、非常に面白い戦いだと思いますよ。やはりこの試合も相四つなんですね、はい、お互い左同士です。共に左で釣り手を取るのを得意にしている田辺と佐藤、左の組み手です。技では田辺大内刈り、佐藤内股を得意にしています。その大内刈り、思い切った投げ技を見せます佐藤です。24歳、大阪府警察本部の佐藤。内股有効、佐藤審判有効を取りました。田辺の内股、今は大内刈りに行くと見せて内股に変化しましたね、はい、さあ寝技に持ち込めるか。三角です。そして腕を取りに行きます、はい、十字固めを狙うような形になりましたけれどもね、これは逃れました佐藤。しかし待てです。この辺りは佐藤選手としても知り尽くしてますからね、そう簡単にはいきませんね。まず内股で有効のポイントを取りました田辺。しかしこれで今のところですね、大内から1点ですね、はい、大内から変形しての内股、手は持ってなかったんですけれどもね、はい、うまく浴びせました。これで随分田辺さんとしては気持ちが楽になりましたね。思い切った一本強い、こういうふうにポイントを取りますと寝技でもじっくり攻めることができるんですね。三角、三角締めから返りましたよ。返して寝技に持ち込むか。入りそうですね。入りそうだ。寝技に入った、抑え込みに入りました田辺陽子。上四方固めです。上四方固めですね。崩れ上四方になってますかね、30秒で一本勝ちになります。散り張りましたね。6連覇に向けての寝技、がっちり抑え込みました田辺陽子。すでに25秒になりました。田辺優勝、6連覇を達成しました。上四方固め一本勝ち。根元には汗でしょうか涙でしょうか、田辺見事に優勝を飾りました。やっと少し笑顔が見えてきましたか ね。準決勝ではかなり苦戦を強いられた田辺、まあ、この決勝ではあの内股の有効というものが気分的にかなり攻めに楽にさせたでしょうね。そうですね、
田辺さんの偉いところはインタビューですかね。はい、準備ができましたらば6連覇オリンピックに向けてまずこの前哨戦見事に優勝を飾りました田辺陽子選手に話を聞きます。柔道は大学に入ってからでまだ8年目です。社会人4年生になりました田辺陽子選手。放送席どうぞ。それでは優勝した田辺選手に話を伺います。6連覇おめでとうございます。どうもありがとうございました。かなり今日の大会は厳しい表情で臨みましたけれどもようやく笑顔出ましたね。はい、本当に、決勝で勝ててよかったと思ってます。優勝の最有力候補と言われたのはやはりプレッシャーでしたか。はい、プレッシャーがありました。しかし最後の決勝は本当に先手を取って非常にこう満足のいく試合だったんじゃないでしょうか。佐藤選手は今試合かなり調子が良くて技も切れてましたんで、で同じ階級ですから、頑張っていこうと思ってましたけども、同じ階級やはりオリンピックイヤーのこの大会ということでだいぶ意識もあったでしょうね。はい、ありました。で今日の試合を振り返ってみますとそのオリンピックへ向けての課題というのが、あったと思うんですがそれにこういろいろ対応した技をかけてましたね。はい、オリンピックにつながるような試合にしたいと思ってました。例えば初戦では支え釣り込み足から寝技と今までにないパターンを入れました。はい、倒してからいつもそこで寝技に逃げられてしまうので今回はしっかりと決めていこうと思ってましたけど。そして3回戦ではですね今まで体落としで1本取ったことってあるんですか。いや、体落としはないです。ということは今回が今日が初めての1本。はい、1本は初めてです。これも新しいですね。はい、そして準々決勝では引き手を引かずに体落としをかけて。はい、このあたりはやはり海外での試合ということをこう意識されたわけですね。はい、そうですね。さてその6連覇そしてまだ代表は決まってないんですけれどもオリンピックが控えてますよね。そのあたりへの決意を聞かせてください。この大会をステップにしてですねぜひオリンピックでも頑張っていきたいと思ってます。どうもありがとうございました。おめでとうございます。見事に6連覇を飾りました田辺選手に伺いました。内藤さん。はい、佐藤選手の談話をお伝えします。お願いします。決勝という気持ちがしなかったという話をしてますね。5月10日に少しでも近づけれるような近づくことができるようなそういうゲームをしようと思ったという話をしています。5月10日というのは女子の選考会ですね。ですね、はい、選手権があります。はい、田辺選手のことはあまり意識はしなかったと、これまでベスト8が最高ですね。そうです、エイトマンとよく言われていたんだそうですよ。そうですか。やっとそれが突破できましたと、明るく最後は笑顔が見られました。佐藤さんらしいですね。はい、山口さん、はい、インタビューに答える田辺陽子選手汗びっしょりでしたね。そうですね、いい笑顔ですよね。やはり最後の試合一本勝ちで締めくくりましたので、はい、表情にもこう何かゆとりのようなものが出てきましたね。そうですね、今大会はですねやはりオリンピックの選考会を前にして、はい、やはり今まで出ていたような、藤本選手あるいは佐々木選手小林選手など、はい、有力選手が欠場ということで、田辺選手の6連覇は固いだろうということを言われてたんですけれども、はい、やはり試合ですから何が起こるかわからないということで、田辺さんも多少のプレッシャーと緊張感があったようですね。はい、そうですね。そして今のインタビューの中にももうすでにバルセロナオリンピックということが頭の中にですね当然大きく占められています。オリンピックに通じるような試合内容の柔道をしたかったという話がありましたね。はい、今大会を見てもですね準決勝の松尾選手、はい、ああいった試合がですねやはりかなりこれからオリンピックに向かっていく、大きな材料になると思うんですね。やはり勝ちはしましたけれども課題の残る試合だったと思います。ですからそのあたりをこれから、克服しながら金メダルに向かってですね、ますます頑張ってほしいなと思いますね。はい、田辺さんは冬の間は体力アップということを去年の世界選手権を通じてですね非常に痛感をしてさらに一段と強化をしたと、はい、特に背筋とですねそれから足の
もものですね、はい、前と後ろの筋肉ですね、ここの充実に努めたということを話していましたが、やはり力のある上背のある外人相手のために、外国選手相手のためにはそうした体力アップということも大事なことですね。そうですね、もともと筋力負けを外国選手とやってもすることのない、はい、選手ではありますけれども、やはり年齢的にも必ずしも、これから上り坂というふうな年齢ではありません、はい、逆に海外の若手これから伸びてくる選手たくさんいますんでね、はい、そういう意味では筋力をつけることによって、まあ有利に試合を運ぶということは言えるでしょうね、そして今日の試合でも初めて一本勝ちをしたという体落とし、去年から実はこの体落としを盛んに、ね、研究してましてね、はい、実戦でも随分出るようになってきました、はい、最近は指導しているコーチの皆さんにお話を伺っても、技の幅が出てきた、技のキレが出てきたというお話をしてましたが、そうですね、やはりオリンピックに向かう、まあ、このあと何ヶ月間かはですね、やはり何か新しいやっぱり自分っていう技でも何かこう一つ身につけていくとかなりこう気持ちに余裕が出ると思うんですね、はい、ですからそういう何か新しい部分を持ってオリンピックには出場していただきたいなと思いますね、はい、そのバルセロナオリンピックまでもう100日を切りました。その最終選考会が5月10日東京で全日本女子体重別選手権が行われます。7階級ですね、はい、そこで、オリンピックの代表が決まるわけですが、まあ、田辺さんの場合先ほど課題とおっしゃいましたが、はい、これから一番やっていかなければならない、もう時間もあまりありませんが、はい、どの辺でしょうか。そうですね、やはり力はあると言われながら今まで優勝という2文字が手に入らなかったもんですから、やはりメンタルな面での強化、これは口で言うのは簡単ですけれども非常にこう難しいんですけれどもね、はい、こういった試合で、今日見せたような積極的な気持ちで試合を進めていくというところからですね、きっと精神的にも強くなっていくはずです、はい、今ご覧いただいた大内刈りからの内股、そしてその後上志向固め一本勝ちでした。決勝戦を一本勝ちで6連覇を果たした田辺陽子選手、敗れましたが佐藤さんについて一言お願いします。そうですね、佐藤選手、もともと非常にうまい選手で、ただここ1、2年ちょっと元気がないなと思ってたんですけども、今大会は非常に調子もよく、はい、最終選考会に向けてますます楽しみだなと思ってます、その佐藤さんの口からも5月10日という言葉が出ました、はい、オリンピックを目指す全女子柔道選手田辺さんのこれだけ明るい笑顔もなかなか見ることがありませんが、非常に明るい笑顔で今日の大会を締めくくりました田辺陽子選手。この大会から皇后杯の授与が行われますが、その第1回の皇后杯を手にするのはやはり国内無敵の女王の田辺陽子選手ということになりました。全体を通して山口さん、はい、若手の活躍というものも目立ちましたね。そうですね、オリンピックの年ですから、こういった若手が出てくるっていうのは非常にこう頼もしいですよね、特に、準決勝には進めませんでしたけれども安野選手、はい、そして吉田沙紀選手、はい、この2人の活躍は本当にこれから女子柔道を引っ張っていく選手だなというふうに見てました。はい、まあ、今大会には軽量級の若手というのはあまり参加するチャンスがなかったわけですけども、48キロ以下の田村選手をはじめとして軽いクラスの、ね、選手たちのバルセロナへの、はい、躍進ぶりというものも、ね、合わせて期待したいですね。そうですね、本当に48キロをはじめ、まあ、52キロ56キロと続きますけれども、みんな私はメダル候補と言っていいと思うんです、オリンピックでは、ですから、これから最終選考会競り合ってですね、そして本当に強い選手が競り勝って、はい、オリンピックのメダルにつなげてほしいと思います。はい、今日の解説は武蔵大学講師の山口香里さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。試合場ではこれから表彰式が行われます。この後の柔道の放送予定ですが、全日本柔道選手権大会日本武道館4月29日水曜日教育テレビで午後3時半から中継いたします。これも大変楽しみです。優勝の田辺選手をはじめとして優秀選手が入場してきました。見事な6連覇、今年も強かった田辺陽子選手、バルセロナへの期待がまた一段と高まります。
この後の放送ですが2時55分からは競馬中継、中山競馬場から皐月賞の模様をお伝えします。その後4時からは日本選手権水泳競技オリンピックセレクションの最終日の模様をお伝えすることにいたします。それではこの辺で愛知県体育館からはお別れします。